コンラートツーゼは、ドイツの土木技術者で発明家であり、コンピュータの先駆者である。世界初の完全動作するプログラム制御式コンピュータ、ツーゼ Z3 を開発し、1941年5月に稼働させた。1998年、Z3 は、チューリング完全であることが証明された。また、S2 という世界初のプロセス制御コンピュータとされる。 計算機でも知られている。ツーゼは1941年に世界初のコンピュータ企業を設立した。この会社は世界初の商用コンピュータ Z4 を開発した。1946年には世界初の高水準プログラミング言語であるプランカルキュールを設計している。1969年、リーチネンダー・ラウムを出版し、デジタル物理学の概念を提唱した。 初期の業績の大部分は家族や民間の資金で賄われていたが1939年以降はナチスドイツ政府から資金提供を受けるようになった。第二次世界大戦の影響で業績の大部分はイギリスやアメリカ合衆国では築かれなかった。アメリカの企業で彼の影響が見られたのは1946年に IBM が通ぜに 特許使用許諾を得たのが最初である。Z4 の実物と Z3 の複製品がミュンヘンのドイツ博物館にある。ベルリンのドイツ科学技術博物館では彼と彼の作品に関する特別展示をしている。再現された Z1 を含む12台の彼のマシン、オリジナルの文章、描いた絵などが展示されている。再現されたツーゼ Z1910 年6月22日。 ドイツのベルリンで生まれる。1912年、家族と共に東プロイセンのブラウンスベルクへ移住。父はそこで郵便局員の職を得た。ツーゼはブラウンスベルクでイエズス会系の学校に入学。1923年、一家はホイエルスベルダに移り住み、そこで彼は1928年にアビトゥーアに合格し、大学入学資格を得た。 王立シェルロッテンブルク工科大学に入学し、工学と建築学の両方を学んだが、それらは彼にとって退屈だった。結局土木工学を専攻して1935年に卒業を。一時期、フォードモーターで芸術的才能を活かして広告のデザインをしていた。その後、ベルリン近郊のシェーネフェルトにあるヘンシェルの航空機工場で設計日誌として働いた。 その仕事で嫌になるほど手で計算を行い、その経験によって機械による計算を無双するようになった。両親の家で1936年、Z1 と呼ばれる機械を製作した。これは電気駆動の日地不動小数点数の機械式計算機で若干のプログラムが可能であり、命令を参考テープから読み取るものであった。1937年、 フォンのイマンアーキテクチャを先取りしたような特許を2件申請している。Z1 は1938年に一応完成した。しかし3万点もの金属部品の精度不足のため完全動作には至らなかった。Z1 とそのオリジナルのアオズは第二次世界大戦の中で破壊される。バートヘルスフェルトにあるツーゼの像ツーゼは当時の他の計算機科学者や 数学者とは全く独立にコンピュータを開発していた。1936年から1945年まで第二次世界大戦によってほぼ完全な知的隔離状態だった。1937年、友人のヘルムート・シュライアーはツーゼにスイッチング部品として真空管を使うことを助言している。当時ツーゼはそれを馬鹿げた考えだと思っていた。 シュライヤーは1938年には Z3 のプロトタイプ製作を助けている。1939年兵役につき、そこで物資を与えられ、最終的に Z2 を完成させた。Z2 は電話用リレーを使って Z1 を改良したバージョンである。1941年、自身のマシンを製造する企業、ツーゼアッパラテバウを創業。Z2 を基本として、 改良を施し、1941年には、Z3 を完成させる。Z3 は、日地法による22ビット超不動小数点数、計算機であり、ループを使ったプログラムを組むことができた。ただし条件分岐はできない。メモリと計算装置は、電話機用のリレーを使っている。条件分岐は命令として用意されていないが、チューリング完全性は1998年に、 証明されている。ただし、プログラムを供給するテープをループ状にするというヘリクのような証明であり、実用的なチューリング完全ではない。実用化に重きを置いていた通ゼ自身は Z3 がチューリング完全であると考えたわけではない。なお、プログラム不可能だが、世界初の電子式コンピュータとしては、1939年から1941年にかけて、 アイオワ州立大学で開発されたアトナソフベリーコンピュータがある。Z3 の開発資金は自動計算能力を必要としていたドイツ政府系のドイツ航空機研究所が一部を提供している。シュライヤーは Z3 の後継機として電子式計算機の開発を政府に提案したが戦略的に重要でないとして却下された。通税の会社は Z1、Z2、 Z3 と共に1945年の連合国による空襲で破壊された。1942年から製作中だった Z4 は事前に安全な場所に移されていたため難を逃れた。戦後は物資不足で Z4 の製作が続けられず、再開できたのは1949年のことである。1949年11月8日、ツーゼ k g を創業。 中立飛行科大学の数学者、エドワルト・シュティーフェルは、Z4 を見学し、1950年に一台、注文した。Z4 は1950年7月12日に、中立飛行科大学に納入され、非常に信頼性が高いことを証明した。ツーゼは、ナチ党の党員になったことはないが、ナチのために働くことに、何の疑問も、両親の葛釈も感じていない。 戦後しばらく経って優秀な科学者や技術者は多少問題のあるビジネスや軍と悪魔的取引をしてでも仕事をするか、それとも全く何もしないか選ぶ必要に迫られるものだと述べている。1940年ドイツ政府はエロードイナミシャバースシャンスタウルトを通してツーゼに資金提供しツーゼの成果を滑空爆弾の製造に利用した。ツーゼは S1 及び S2 という計算機械を製作。無線操縦式の滑空爆弾の翼について、航空力学的な計算を行う専用計算機である。S2 はアナログデジタル変換機を備え、プログラム制御される。そのため、世界初のプロセス制御コンピュータとも言われている。これらのマシンは、1941年から1945年まで、 ドイツ軍が開発したヘンシェルの HS-293 と HS-294 という誘導ミサイルで使われた。それらは巡航ミサイルの先駆けでもある。S1 の回路設計は後の Z11 の設計の元となった。ツーゼはそれらのマシンが1945年にソ連軍に露覚されたと信じていた。Z4 を開発中の頃、ツーゼは機械後によるプログラミングは 複雑すぎると考えるようになった。戦争末期にベルリンからシュバーベンに疎開した時、ハードウェアの作業ができなくなったので、1945年から46年にかけて世界初の高水準プログラミング言語プランカルキュールを設計した。その一部は1948年に発表しているが、全体像を公表したのは1972年のことである。これは、 理論的な部分での業績であり、生きている間には実装されることもなく、後のプログラミング言語にも直接的な影響を与えることはなかった。アルゴル設計者の一人、ハインツ・ルーティ・シュザーは K2 世は1948年、初期のアルゴリズム的言語を開発する試みを開始した。彼の気泡は非常に一般的だったが、その提案はほとんど顧みられなかった。と記している。 プランカルキュールの処理系は、45年経った2000年に、ベルリン自由大学のチームが、初めて実装した。1945年1月、ギーゼラ・ブランデスと結婚。1945年11月に生まれた長男、ホーストを筆頭として、5人の子を設けた。ツーゼが、作業場として使っていた建物 Z31 の時期、ドラムメモリ1946年。 世界初のコンピュータ企業、ツーゼ、インライナーボローホップフィラを設立した。資本は、中立飛行科大学からと IBM に与えた特許の使用許諾を担保として集めた。1949年、別会社、ツーゼ KG をハウネタールの生きる被縁に設立。1957年には、バートヘルスフェルトに移転している。 1950年9月 Z4 が完成すると、マシンはスイスの中立飛行科大学に納入された。当時、これがヨーロッパ大陸で動作している唯一のコンピュータであったし、世界で2番目に販売されたコンピュータでもある。1番目はベナックだが、ベナックは納入後も完全動作したことがない。 その後のマシンも Z の後に番号を付けた名前で Z43 まで製造を販売した。Z11 は工学企業と大学に販売された。Z22 は次期記憶装置を使用した最初のコンピュータである。1967年までに通関 AG は251台のコンピュータを販売したが財政問題によって シーメンス社に身売りすることとなった。1967年には宇宙自体がセルオートマトンあるいはコンピュータグリッド上で実行されていると言い出した。1969年、著書リッチネンダーラウムを出版と題して英語に翻訳されている。その理論に反する物理現象が見つかっていないため多くの注意を引きつけた。その考え方はエドワード・フレドキンや スティーブン・ウルフラ村によって発展させられてきている。コンラート通ンの墓1987年から1989年にかけて心臓発作なども経験しながら Z1 を再生した。最終的には3万個の部品を使い80万ドイツマルクを費やした。組み立て作業は4人がかりであった。このプロジェクトはシーメンスと5社の企業がコンソーシアムを結成して 出資したものである。引退後、彼は、趣味の絵画に没頭した。1995年12月18日、ドイツの古田近郊のヒューンフェルトで死去。ベルリンには、ツーゼの名を冠した、応用数学と計算機科学の研究所、ツーゼ研究所ベルリンがある。ツーゼにちなんだ賞として、ドイツ計算機科学会のコンラートツーゼメダルと、 ドイツ中央建設業連盟のコンラートツーゼメダルがある。ありがとうございます。